苦しい、悲しい、切ない、そんな感情で過ごしてしまうと、プラスにはなりません。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。天王星逆行期間に気をつけるべきことについてお話していきます。天王星が逆行するんです。と、唐突に言われたら、どう感じますでしょうか？は？それで、となりますか？それとも、それって大変なんですか？となりますか？そもそも逆行という言葉がなんかネガティブですよね。この逆行というのは地球から見て惑星がいつもの動きではない逆側に動く。それを逆行と言います。その天体逆行期間というのは地球が自転しながら太陽の周りを回っていることから起こる現象なので、その天体とは関係がありません。地球側の問題です。でも地球側の問題なので、その天体の力がネガティブな方向に反映されてしまう。特に天王星の場合、気の領域を司る星なので、精神的な不安定さを引き起こす流れが起きます。つまり宇宙の流れが変わる時期、それが天王星逆行期間。その天王星逆行が8月29日からやってきます。8月29日以降、年内いっぱいは続きますので、そこから来る不安定さに備え、どのようにすべきなのかをお話ししていきたいと思います。天王星逆行期間には、物質的な価値観への傾注、物質的な価値ばかりを追い求める、そんな期間になります。でも、それが全てではなくて、天命、地命、我命というあなたが進むべき道に従い、魂が覚醒するきっかけにもなる期間でもあります。つまり魂が目覚め始めるタイミングでもあるんです。天王星逆行期間中の不安定さばかりを感じて、うまくいかないとか苦しい、悲しい、切ない、そんな感情で過ごしてしまうとプラスにはなりません。その結果、あなたの覚醒のチャンスも逃してしまいます。天王星逆行期間は天王星が逆に動いているように見えるというだけのことなので、地球の問題です。だからこそ地球の問題、あなたの問題はあなたが意図的に解決する必要があります。それをすべき期間ということでもあるんです。宇宙の流れが変わるこの時期にどのように過ごすべきか、これはすごく重要です。今日の動画を最後まで見ることで、2023年8月29日から2024年1月27日までの天王星逆行期間の長い期間で、あなたが過ごすべき過ごし方を知ってください。今日の動画で魂の覚醒をより前に進める方法や、逆行期間のリスクを回避する方法などをお伝えします。そのことにより、2023年の後半、大事な時期をより大切にできるあなたになれます。人生の中で転機とも言えるような大事な期間にするためにも重要な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。天王星逆行とは、天王星が逆行するというのは、先ほど言ったように天王星がいつもと違う方向に動いているように見える期間です。この天王星とはどんな星かというと、土星までは目に見える星です。天王星というのは見える場合もあるんですが、肉眼では見にくい、見えにくい星です。つまり天王星よりも向こう、天王星、海王星、冥王星というのは見えない領域、気の領域を司っている星ということになります。つまり天王星はこの社会全体や心、精神の部分で大きく影響を与える星です。それが地球から逆に動いているように見えるということは、天王星の力が個人の内面に向かいます。逆行期間中というのは、とかく物が欲しい、成果が欲しい、偉くなりたい、お金が欲しい、そういう物欲的な方向に人の心は流れるんですけれども、そこに流されてはいけない時期となります。外の世界よりも自分の内面と向き合うべき時、それが天王星逆行期ということなんです。マヤ暦との関係性、あなたも聞いたことがあるかとは思いますが、マヤ暦という暦があります。このマヤ暦というのは、競技で言えば南アメリカのマヤの地域で使っていた暦ですが、本当の広義なマヤという意味は時間コントロールのことを言います。もともとマヤ暦というのはどういうものなのかというと、太古の昔に太陽系の惑星の中で火星と木星の間にマルデクという星があり、オリオン大戦という宇宙戦争で
ので核によって消滅してしまいました。だから今火星と木星の間に塵が浮かんでますけれども、それがマルデクの破片です。このマルデクが消滅したことにより、太陽系はギターの弦が一本切れたような、そんな不調和の状態になっています。その不調和を直すために地球に避難したマルデク人が下ろした暦、それがマヤ暦です。マルデクが消滅したことにより宇宙全体が不調和を起こしている。それを是正するために天王星とシンクロする生き方をする地球人が増えれば、マルデクの消滅による不調和を修復することができるんです。そのための暦、それがマヤ暦です。つまりマヤ暦というのは天王星の力を地球に下ろす、自分の中に入れる、それが本当のマヤ暦です。天王星逆行期間に注意すべきこと、それは本来の天王星とシンクロするというあり方を維持することです。シンクロするってどういうことなのかというと、地球は回転していて天王星も回転しています。お互いの回転を認識すること、それこそが暦という、こう読むツール、自分を読むツール、その意味なんです。マヤ暦という 20×13 の数玉、この生活の仕方が天王星の力を自分に取り入れるんです。13対20というのは地球と天王星の回転比率です。つまり13と20の最小公倍数である260日間で地球と天王星は元の位置に戻ります。その間に13の周期が20回、20の周期が13回あるんです。ややこしいかもしれませんけれども、地球と天王星との関係は13が20回、20が13回だということを知っておくだけで大丈夫です。地球と天王星との回転周期をその日その日で理解するためには、260日周期のうちの何日目なのか、13の塊が20周期ある中の何周期目の何日目なのか、そして20日が13周期ある中の何周期目の何日目なのか、これを理解すること、口に出すこと、これが天王星の力を取り入れることなんです。難しくはないんです。簡単なんです。そのように天王星とシンクロすることにより不安定さから解放され、あなたは気の領域にアクセスする力を得ることができます。精神性が不安定になりやすい時期には、天王星とのシンクロを意識せずに物質的な要求や欲望、快楽を追い続けるのは NG です。あなた本来の内側にある魂の声に耳を傾け、内面の成長を優先してください。この時期にすべきおすすめの行動、その一つ目は活瞑想。活瞑想という、自分は身の領域、物質世界にしっかりといながら気の領域とつながるイメージを持つこと。それによって自分の内部で気と身の統合、気味がよを作る。それが活瞑想です。活瞑想をすることにより、気の領域の見えない力でこの現実世界にインパクトを起こすことができるようになります。そして二つ目、カタカムナカズータ暦の中のマヤの数字を口に出すこと。これをやってください。ちなみに8月29日、天王星が逆行し始める日は260分の123、10周目の6、7周目の3、これを言うだけでいいです。もう一度言います。123、これは260分の123でもいいし、123でもいいです。つまり8月29日というのは260日周期の123番目の日です。そして10週目の6というのは、13日が20周期ある中の10回転目の6番目の日ということです。そして20日が1サイクルで13周期ある中の7周期目の3日目、20分の3、それが7周目の3という意味です。それぞれの数字はそこから循環していきます。とりあえず8月29日は123、10周目の6、7周目の3、これを唱えてください。それにより天王星逆行期に世間全体は不安定になりますが、あなたがそこに翻弄されない非常に大事な対策となります。では今日の話をまとめましょう。2023年8月29日から今年いっぱいは天王星が逆行します。逆行というのは天王星がいつもと逆の方向に動いているように見える、そんな現象を天王星逆行と言います。この天王星逆行期には心や精神の不安定
静さが満ち満ちてくる可能性があります。つまり大きく宇宙の流れが変わるんです。その不安定さに備えて何をすべきかというところをお伝えしました。そのためにもマヤ暦とは何かということも非常に大事で、マヤ暦というのは天王星とのシンクロするための暦、天王星の周期と地球の周期とを数玉で感じるためのツール、それがマヤ暦。そのマヤ暦はカタカムナカズータ暦の中にも入っていて、天王星とシンクロするためにはその回転周期を言葉に出して唱えることによって天王星の力を取り入れることができるんです。そういったことで不安定になりがちな年末に向けてすべき対策として2つお伝えしました。そのうちの1つが活瞑想をする、2つ目がカタカムナカズータ暦のソウル菌マヤとのカズタマを口に出す、これをお勧めしました。天王星が逆行し始める8月29日、この日のマヤのカズタマは123、10周の6、7周目の3、これを口に出してみてください。木の領域とつながり覚醒に近づいていきます。今日お伝えしたように天王星の逆行が来ると言っても、それは悪いことばかりではなく、逆に魂が覚醒するチャンスでもあるということを知っていただきました。この期間を最大限に活用し、あなたの真の力を引き出してほしいと思います。そのことが真の意味でのあなたの覚醒につながります。でも逆にこの時期に天王星を意識することもなく、ただ流れのままに不安定な中で生きていれば、それは覚醒とはほど遠い状態になってしまいます。でもあなたは大丈夫です。ぜひこの動画に立ち戻り、この動画の内容を腹に落として、今日お伝えした活瞑想や暦を意識して天体とシンクロする、その意識を持っていけば覚醒に近づいていき、またそこから先の次元上昇にも向かうことができます。ということで、このチャンネルでは予言を通してより人生を前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、 YouTube ではお伝えしづらい深い情報などをお伝えしていきますので、ぜひこの動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今予言天狗と友達になっていただいた方には素敵なプレゼント、5つの特典をお渡ししてますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。あなたはおろしニンニクをチューブ使ったりしてますか？チューブも便利でいいんですけど、どうもパンチが足りない、そんなことないですか？僕はちょっと物足りなくて、チャチャチャっと作るときには使ったりしますけど、しっかりと美味しく作りたいときにはしっかりと吸ってます。でもニンニクって剥くの面倒ですよね。以前でもお伝えしたことがありますが、ヘタの硬いところを切って、そして背中側から下まで切り切らずに包丁を入れてパカッと割ると簡単に皮が剥けます。2つに割れちゃってますけど、する分には問題ないです。そして僕は作る時にはいっぺんに1個丸々を切ってしまって、剥いてしまってからラップにくるんで冷凍してます。そして冷凍したのを冷凍したまま吸っても十分に香り高いニンニクになります。これは生姜も同じなので、僕の冷凍庫には結構ストックされてます。僕はニンニクのヘビーユーザーなので、すぐなくなっちゃうんですね。だから結構毎回ニンニク切ってるみたいな感じにはなってます。でもやっぱりニンニクの香り高いのは美味しいですね。ニンニクが嫌いだと全然意味のない情報でした。ということで、ではまた。